5分経過。久しぶりだな、夢メッセ。おい、ダンちゃん、夢メッセでプロレスやんのもう終わったのかな。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。聞いたか、おい。今日が始まりだよ。これで1勝1敗から1勝、2勝1敗。2勝1敗。おい、2勝1敗。2勝1敗。2勝1敗なら専門してね、俺のプロ格闘技も終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まってねえよ。始まってねえ、バカ野郎。おい、俺たちのジュニアタッグバトルオブグローリーも終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まってねえよ。よっしゃ、しばらく言ってねえから、もう何十回もやってやるよ。言ってやれ、言ってやれ。全部優勝する。オッケー、それだけだよ。だからじゃあもう今日の練習終わっちゃったから。バカ野郎、まだ始まってねえよ。オッケー、さ、これから練習だ。またダメだ。二連勝で、もう乗りに乗って全勝で行こうと思ってましたけど、まあでもまだまだ半分残ってるんで、残りきっちり取って、1位通過で優勝しますんで、まだまだお楽しみください。これから全部俺たちは勝つよ。チャンス到来。ああ、その前蹴り足をキャッチした。おい、しかしエルボー、井上を突っ込んできますが、どんどん待っていた。そしてダンカーボー、この連携、さらには続くファルコンガンド。うわ、まだ止まらないんだ。うわ、ダンカプレス、これだと、いや、まだ行かない、まだフォールには行かないんだ。さて今度はどうするんだ。さあ新技来たぞ。さあインパクト、これでどうだ。抑えた、返せるか、返せるか。おーい、うわー、激しい。さあどうだ。さあ試合は4点、九州団地、打ちのして4点、次小太郎、石田海人、石田海人にはやられっぱなしなんでね、ここで一発返して、決勝リーグで誰か分かんないけど、俺らが優勝しますから、楽しみにしておいてください。俺も小太郎に借りがあるから、そろそろ返さないと。やったろ。
よし、優勝優勝。楽しみしてね。初出場のジュニアタッグリーグ、思うような結果が残せるのは終わっちゃいました。しょうがないです。もう負けたことに変わりはないんで、ここで僕らのジュニアリーグ終わりです。でも僕はもう気持ち切り替えて、まだこの全日本のジュニア戦線、もっともっと上に上がっていくよう、これからも頑張っています。井上、ありがとう。もしこのリーグ戦で絶対俺は変わると決めてたよ。だけどこの結果じゃまだ変わってないじゃないか。俺はもう一日にも早くまた気持ち切り替えてやっていくよ。よし、この結果はもう仕方ない。俺が準備不足、俺練習不足だっていうことはあったから。でも本当にシーボ選手に申し訳ない。もうちょっと何もかもちょっと満身でやってた。もっと技術を、そして練習をもっと積み重ねて、こう次からやっていきますよ。瞬間ぐらいでタイトルマッチになるんですね。でタイトルマッチと同じで、はい、優勝決定戦も同じなんですよね。そうなんですよね。ですから本当ね、ジュニアにとっても忙しいんですよ。そうなんです、ね、はい。あとそのチャンピオンであります世界ジュニアヘビー級王者、このドイナルキであります、そして石田海人は4月の12日自らのチャンピオンベルトを失ってしまったんですが、もう気持ちは完全に切り替えております。青いながらそれがドイナルキの真骨頂であります。さあクロード回転した、今度はどうする、正面からいきますが、これは海人がいこう、いい膝攻撃が入ってまいりました。さあここはどうだ、正面から行く、ボディへの攻撃、しかし土井も2000年デビュー、ほぼキャリアは同じくらい、どうだ、うまい、どうだ、あんな倒しがあるんですか、すごいですね。直樹が狙いを定めて、さあ突っ込んだ、石田に対しましていく、ふらついている石田に対して、今度はどうだ、さあもう一度、あー、しかし今度は回転、頭は食わないこと、なんだかりの攻防であります、さあ正面から行く。お互いに膝蹴りを得意としているわけであります。さあどうだ、高木合戦、完全にブロックを止め、遠藤いける、さあどうする、来た、大キックから強烈ボールを出して石田のダウンとツー、よく返したね、よく返しましたね、あんな強烈なんです、ね、さあ今度はどうだ、さあ何を持っていくか、ハーフレドル、さあここからスープレックスの体勢、スープレックス食べていった、さあそこは中央がいて、カウントは石田勝利、アップの手の石田勝利の勝利、見ろ結果こりゃ、土井大座級か、おい今日は土井大座級より石田小太郎組が強かったんや。今日の結果見たくないのはこのジュニアタックルリーグ、優勝するのは俺らやぞ。まあ見てくれよ、俺今日ほとんど何もやってないよ、ほとんどやってなくても勝てたってことはもう優勝間違いないね。次は全日本所属のみんなに期待されてる2人だろ、楽しみでしょうがないよ。おい、それが期待だけ、全日本の期待、希望だけこと、俺ら大阪で分かるんですから、おい、これからも俺らブラック、ジェネレーション、インターナショナルから目離すな、これ。さあ、まだいける、まだ望みあるだよ。分からんけど、ええやんけ。結果的におもろなったやろ、これで。おい、次は大阪や、ダッグリーグ最終戦は、大阪や、俺ら庭みたいなもんやろ、谷やんな、そうや、最後
勝ち点取ったら、まだ望みあるやろ。ああギリギリ行った方がおもろいんちゃうか、おい。ああああああよっしゃ、今日のところは今日のところだけ負けただけやとやら、次勝って、 あとは何やかやったら俺ら決勝やこの野郎。まあ今回タッグリーグでいろいろ借りができたな。敦貴、隼人組、それから石田小太郎か、なんやったらもう一回決勝行ったら当たるチャンスあるやろ。どっちか当たるやろ。そこでリベンジや。よし、結果的におもろなんだやろ。まだまだこれからのことがあるんですよ。